日本東京都品川区、中野中野は、東京都品川区の地名。現行行政地名は、中野部1丁目から中野部6丁目。郵便番号は142-0053。品川区南西部に位置する。町域北部は26号線通りに接し、これを境に、品川区平塚に接する。東部は一丁目、二丁目。 三丁目は、品川区東中延に接する。また、四丁目、六丁目では、第二京浜に接し、品川区豊町、品川区二王、品川区西大井にそれぞれ接する。南部は、大田区北馬込に接する。西部は、品川区西中延、旗の台にそれぞれ接する。町域内を、江原文化センター通り、昭和通り、弁天通り、 大原通りがそれぞれ通っている。また、地域内を、東急池上線と、東急大井町線の線路が通っている。町域内は、第二京浜沿いに、商業ビルやマンション等の高層建造物、駅周辺に、商店街が伸びるたは、住宅地として利用される。教法15年の、本家別等物素陶器には、13世紀の江原軍、領主江原義宗が、 中野号に居住していたとある。工事2年、北条氏康安の家人大道寺直政、清水久志栄により、三夜が開拓された。永六2年の小田原州所領役長には、中野として見える。江戸時代には、江原郡中の部村。当初全域が天領で、稲市に支配された。その後村内五十五国が、松風十左衛門野に与えられたが、 1664年養子の五郎衛門が殺傷事件を起こして改役され、治療となった。天領は完成4年の稲氏改役後は、大抜き光豊か支配となった。19世紀前半の一時期、下中、延村が分立した。1889年町村制施行により、平塚村の大技となる。1932年より、茨城中野町。 1941年、中信、東、中信、西中信などに分割された。1965年住居表示実施により、中信と東中信の,の一部が、中信はじめ6丁目に編成された。江原軍など何らかの中部に位置したことによるとも、言われるが、不明である。江戸時代までは、中信と呼んだ。中信2丁目には、 周囲と異なる外区パターンの住宅地があり、これは、かつての道順会江原普通住宅地である。2021年4月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。町域内に、東急大井町線蛇原町駅、道線と、都営浅草線、中野部駅が置かれている。西部では、 エ原町駅が、東部では、中野部駅が利用される。また、北東部には、東中野部にまたがり東急池上線、エ原中野部駅があり、こちらも多く利用されている。また、第二京浜などを走っている、バス路線も、利用可能である。ありがとうございます。